ここはモグラの通った後、モグラが通った後、息抜きの穴です。モグラ、うわ、ここ走ってる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 。土地の境のブロックの際に、本穴道かな、メインのトンネルを掘ってたんで、そこに、多く仕掛けました。1日だったんで、ちょっと掘り起こしてみたいと思います。重たいし土が入ってる。お、入ってるモグラが。これモグラちゃん。これモグラちゃんが、これ出てます。モグラちゃんが入ってます。見えてるかな。モグラちゃんが入ってます。出るに出られません。指摘が多いんで、どっか、広いところに、草原に逃がしてやりたいと思います。こんなモグラです。映ってるかな。こんなモグラです。ちょっとカメラ外します。必死になって出ようとしてます。はい、マグロちゃんです。よっ、はい、モグラバックできないんで、可愛らしいモグラです。必死になって出ようとしております。まあ、畑の中を嵐回ってるんで、この映像の後どっか広い、草原かな、何の害にもならないところに行って逃がしてやりたいと思います。畑の中ではすごくこう悪さしておりました。モグラちゃんです。よいしょ、はい、逃がしてやりたいと思います。モグラの息抜きの穴です。こんな穴で、外と空気をするのかな、なんかするのに、ここでもです。はい、こんな状態です。あと畑の中、多分これトンネルだらけです。これも息抜きの穴です。ずっとトンネル。まあ、どういうふうなトンネル作るか、どんな悪さをしてるか見ておいてください。植え付けた後穴掘ってます。このモグラ穴掘ってます。このままだったら枯れてしまいます。ここもです。こういう悪さをします。よく見ておいてください。モグラが掘った息抜きの穴、
時のアナです。はい、以上です。出た出た、大きいやん。でっかいモグラ。え、でこでっかいモグラ。うわ、おいしそうやな。でっかいモグラこれ。いやすごいすごい、よう超えとうわ。よう超えとう、もう超えて超えて人。あ、俺もシャメ取っとこう。尻尾がなんでこれなったん。ペチャーンと。はい、これで逃がしてやります。逃がしてやります。はい、この仕草よく見といて。ほれほれ、流行りようやん、土の中に。土の中に、土の中に潜ろうとしたら、これハムスターみたい。